ニンニク、ニンニク、ヒル、ニンニク、コ、ニンニク、学名は、ヒガンバナカネギ属の多年層。香りが強く、競争、スタミナ増進作用があると信じられているため、球根、輪形を、香辛料などとして食用にするほか、茎も、ニンニクの芽と呼ばれて、野菜として調理される。かつてクロンキスと体型による分類ではユリカに、属していた。日本では、 ニンニクやノビル、ノビルなど隣形を食用とする、匂いの強い、ネギ属の植物を総称して、ヒルと呼び、特に、ノビルと区別する場合には、オオヒル、ニンニクとも称した。漢方薬の小薬名は、ニンニク、タイさ語源は、困難を耐し忍ぶという意味の仏教用語の、ニンニクとされる。五月頃に白い小さな花を咲かせるが、栽培時には隣形を太らせるために、 香がは摘み取る。摘み取った茎は柔らかいものであれば、野菜として利用される、前述。一般的に見かけるニンニクは、文球ニンニクがほとんどであるが、一辺種と呼ばれる、中国のプチニンニクなどの品種もある。ジャンボニンニクあるいは、無臭ニンニクと呼ばれるものは、ニンニクとは別種であり、リーキ、ポロネギの一辺種である。原産地は、 中央アジアと推定されるが、すでに紀元前3200年頃には古代、エジプトなどで栽培、利用されていた。また、現存する最古の医学書、エーベルスパピルスには、薬としても記載されている。中国には、紀元前140年頃伝わり、日本には中国を経て8世紀頃には伝わっていたと見られる。日本では、禅宗の禅寺の階段石に、 不挙君主入山門、君主三門にいるを許さずと刻まれるように、競争作用が、煩悩、陰欲を増長するとされて、仏教の僧侶の間ではニラ、ネギ等と共に御神の一つとして食が禁じられた。漢字表記のヒル、ニンニクは、漢語に由来する一方、仏教用語のニンニクが、ニンニクの語源となったとされる。 大和本蔵牧の極作の一彩素類では、悪臭派の肌しくとも効能が多いので、人家に隠べからざるものと評価された。中国が世界のニンニク生産量の8割を占めている。日本国内の流通においては、国産ニンニクの80%を青森県産が占め、市町村別では、戸和田市が最も多く生産している。ついで、香川県の出荷が多い。 青森県田子町は早くからブランド化に取り組んだ。団地の場合、秋に林辺を二十歳に軽く植え付け、翌年の梅雨に入る前に収穫する。ニンニクの栽培は比較的簡単なことから、畑作のほか、家庭菜園やアパートマンションのベランダでのプランタ菜園でも栽培できる。肉の臭みを消し、料理に食欲をそそる香みを付与する。 香味野菜の代名詞的存在であり、中国料理、韓国料理、イタリア料理、フランス料理など様々な料理に用いられる。和食と各国の食文化が融合した、現代の日本料理でも他の食材を合わせて調理されるほか、味噌漬けや醤油漬け等にされる。中華料理、イタリア料理などでは、調理油でまず最初に、ニンニクのみじん切りを炒め、 油に香りを移す調理法が多用される。油が冷たいうちにニンニクを入れ、弱火で炒めるのがコツである。火を強くするとすぐに黒く焦げて、苦く、また焦げ臭くなる。中華料理では、球根のみならず葉、洋ニンニクや茎、いわゆるニンニクの芽も、香味野菜として利用される。皮を剥いたニンニクの球根を乾燥させ、粉末状にしたガーリックパウダーもある。 乾燥させることで生よりも周期を抑えられることもあり、ガーリックトーストをはじめとする各種料理に用いられている。ガーリックパウダーは吸湿性が高く、開封後は乾燥状態を保持できる環境で保管する必要がある。逆にわざと少量の水分を加えてすりおろしニンニク代わりに使う例もある。日本では餃子の具として多く使用される。 また、香辛料として焼肉などのタレ、カツオのた,たきなどの薬味に使用することも多い。ラーメンの具や、香辛料としてもポピュラーであるほか、皮付きのまま丸ごと揚げたり焼いたりして提供されることもある。高知県の一部地域では、葉ニンニクも使われている。サプリメントや健康食品にも加工される。ニンニクを高温多湿な環境で1ヶ月ほど。 熟成させると一部の成分が変化し黒く変色した黒ニンニクになる。ニンニクの球根をすりおろしたり酢漬けにしたりすると乳白色から緑色に変色する場合がある。この変色はニンニクに含まれるアリンと低温、摂氏酸度貯蔵中に生成されるイソアリンとが反した場合に起こる。ニンニクは気温が下がると発芽準備に伴いイソアリンを蓄積するため 特に冬から春にかけて収穫されたニンニクは緑変しやすい。逆に、摂氏25度以上の環境では、イソアリインがシクロアリインへと代謝されるため、夏季に収穫されたものは、この反応を起こしにくい。緑変したものを食べても人体には影響はない。なお一度緑変したニンニクは、1ヶ月ほど放置すると、緑色が目立たなくなる。糖質の分解を促す。 ビタミン B1 の効果を高めるアリシンも含む。実験室レベルでは各種の薬理作用等が報告されており、栄養ドリンクや健康食品にも使われているが、人での有効性について信頼できるデータは十分でない。ビタミン B6 の含有量が全食品の中で非常に多い部類に入る。ビタミン B1 を豊富に含む豚肉はニンニクと一緒に食べると、 ビタミン B1 が吸収されやすくなると言われている。ニンニク、ビタミン B1、関連製剤について、次のような歴史が存在する。1952年、昭和27年3月8日に、京都大学で、衛生学を研究する、藤原元店は、武田薬品工業研究部と提携して、ニンニクとビタミン B1 が反応すると、ニンニクの成分あり芯が、B1、 アリチアミンに作用し、アリチアミンができると報告した。そのアリチアミンは、体内で B1 に戻り、さらに長官からの吸収が極めて良く、血中 B1 濃度の上昇が顕著で長時間続く、という従来のビタミン B1 製剤にはない特性があることを報告した。また、武田薬品工業は、アリチアミンの製剤化に力を入れ、製品開発のきっかけは、 旧陸軍から、か気の治療薬開発を依頼されたこと、1954年、昭和29年3月、アリチアミンの誘導体であるプロソルチアミンの内服薬、アリナミン状が発売され、従来のビタミン B1 剤に見られない、優れた効果を示した。上記のようにアリシンは、ビタミン B1 の吸収、保持を高め、加えて、ニンニクの無臭のスコルジニンには、 強力な酸化還元作用がある。民間伝承では体組織を若返らせ、新陳代謝を盛んにし、疲労回復に役立ち、競争、強制作用を有するとされる。この反面、競争、強制作用と匂いが、インド起源の仏教界で、煩悩をかきたて修行の下になるとして、君主三門に入るを許さずのように忌み嫌われた。初期調査では、ニンニクの摂取が、いくつかの癌、 特に消化器関系の癌のリスクを減少させる可能性が示唆されている。これらの研究は様々な種類と量のニンニクで調査されている。ただし仮にニンニクの摂取が一部の癌の発生を減少させているとしても、それ以外の癌のリスクがどの程度残っているかは分かっていないものの、このようにアメリカ国立癌研究所はホームペイのファクトシートで明らかにしている。 ニンニクは、血腸癌、直腸癌の予防の観点で、リスク低下がほぼ確実とされている。ニンニクは、デザイナーフーズ計画で、最も癌予防効果が高い食材であると位置づけられていた。ニンニクの持つ、O157 菌等の、腸管出血性大腸菌に対する、殺菌力は、試験管やシャーレを使った実験、動物実験などでの実証が、 論文発表されている。1%のニンニク粉末水をマウスに蛍光投与した際に腸管内の成菌数の減少が報告されている。このことはニンニクの摂取が消化器系の感染予防に寄与できることを示唆している。ニンニクは強い悪臭、摂取後の口臭、体臭を含むの原因となる。ニンニクのある種の細胞には アリインという無臭の化合物が含まれる。一方、ニンニクの別の細胞にはアリナーゼ、またはアリナーゼという酵素が含まれる。ニンニクを切るとこれら細胞が壊れ、アリナーゼとアリインは細胞外に出てお互いに接触する。アリナーゼの作用によりアリインはアリシンに変化する。そのアリシンがニンニクの独特な匂いの元である。アリシンは抗菌作用がある。 エジプト産のニンニクを品種改良をして、匂いが少ないと宣伝されている、無臭ニンニクも流通しているが、ニンニク臭は口内に残った食べかすからだけではなく、体内に取り込まれて、体臭の原因となる。またニンニクとは、別種のリーポロネギの球根を無臭ニンニクとして販売している場合もある。また、デカフェと同様に高圧の二酸化炭素による、 超臨界流体でニンニクの周期成分を抽出する方法も使用される。ニンニクを加工して有用成分を保持したまま食べた後の匂いを抑える技術も研究、開発されている。個体によるが赤血球を破壊することにより血尿、血便、急性貧血の原因になる。生のニンニクの強烈な香りと辛みは刺激が強すぎて胃壁などを痛める場合がある。 ニンニクの過剰な摂取は胃腸障害を含めた副作用を起こしうる。調理などでとなるケースがある。ニンニクにまつわる伝承は世界各地に伝えられている。独特の後期は香辛料としてだけでなく、魔除けとしても用いられてきた。日本では日本記念部協会が鹿児島県の健康食品メーカーの申請を認可し、2月29日をニン、ニ、ニ、ニク。 9の日として登録した。4年に一度だけの記念日で、日本各地でニンニクに関するイベントが催される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。